はい、全宇宙のグナの皆さん、こんにちは、おはようございます、こんばんは。今日は、まあ、シティ明けのルートン戦ということで、ギャップがすごいですけれども、まあこういう時にね、取りこぼすっていうのがこの前までのアーセナルだったんですけども、もうそうじゃねえだろと、もうそんな時代は終わったよと、ということでね、ルートンタウンをぶっ壊す。日が長くなりましたね。いいご意見いただきました。そうなんです、3月31日午前1時だか2時をもってウィンタータイムが終了いたしまして、1時間だか早いんだか遅いんだかになりまして、今時差が9時間から8時間になりましたと。日本との時差が、日がね長くなってんすよ、だからこんな明るいの。ということで今、はい、トーリントの前を通過いたしますけれども、6時20分でこの人の出、まあそらそっか、キックオフ1時間前だもんね。そう、この時期フルスカ珍しい。いやもうありえないんですよ、ありえないですからね、奇跡が起きてるんですよ本当に。でティンバーも一応全体練習に復帰したっていうことじゃないですか。あ、まあ全体練習というよりは、まあ、芝生の上で練習を始めたっていうことでね。でもしかしたら本当に今季中の復帰は、まあ、チャンスはあるんじゃないかね、言ってましたから。はい、ダダン、エメス着弾ということで、もうとにかくこれ勝たなきゃダメだ。いや勝たなきゃダメだっていうか、これマストなんですけど、勝つなら圧倒して週末のブライトンを望みたい。橋岡さんも先発するらしいですね、日本人対決、これワンチャンあるかもしれないですね。富安多分、まあ、65分ぐらいに今日出るでしょうから、そこまで橋岡さん残ってりゃありますよ。
わ。翔子さん誰翔子さん今日はお前ありがとう。
と思う。おい、通らず。